スターライツのマイクチェック、マイクチェック。さあやってまいりました、スターライツのマイクチェック。今日は特別企画で、ゲームをやりたいと思います。私意外とねカードゲーマーでね、カードゲームをいっぱい持ってるんですけど、今日はおすすめのハーっていうゲームっていうのを持ってきました、うん、ご存知の方もいると思うんですけども、ちょっとルール説明をします。はい、なんかね、簡単詞っていうの、ハーとか、ハーっていうゲームだからこそ、フーみたいな、そう、ハーとか、フーとか、なんか、A とか、そういうのとかがいっぱいね、あるカードがこちらにあります。これを、まず1枚引いて、それはみんな見ていいのね。で、はいはい、そのカードの中に、例えば、なんでっていう単語だったら、手品に驚いてなんで、不機嫌になんでとかが、うん、A、B、C、D、そう、なんでの種類が、そういうことね、A から H まで振られてて、で、その、親の人っていうか、うん、そう、出題者は、A から H までのカードを引いて、お題に沿ったなんでを披露する。それで、どんだけ、そう、相手に伝わるかどうかを競うゲーム。当てにいくゲーム。当てにいくゲーム。すごい。A です、H ですみたいな感じ。本当はねこれみんなでやるんだけど、なんでの中から、その8個の中からそれがお前の言ったなんでだって思って当たったら勝ち。そうそういうゲーム。本当はルールがあって、当てられたら勝ちじゃん、だってうまいんだから、エイミが。そうだね。だから、そっか、当たった人と当てた人勝ちになるんだけど、今日はラジオで長丁場できないので、1回だけやって、親は点数は入らない、だから親以外の人が点数を競ってもらうということでやっていきたいと思います。 OK ですか？はい、わかりました。ということで、じゃあ誰がやる、誰がやるこれ。そうそうそう、今日はじゃあ5人対戦ってことですね。5人対戦、でも演技力が乏しい人の方が面白いのかな。うめっちゃやってみようよ、うめっちゃやってみようよ。今日はね、ゆきとカズとカエデと、はい、安井と、じゃあ僕が梅がいる。梅が親で。梅が親で。梅が演者。演者。じゃあまず最初にお題を決めますので、ね。はい。じゃあ真ん中の梅の感情読めるかな、声が。じゃん。大丈夫。大丈夫。じゃあこれテロップに今出てると思うんですけども、ど、 A から H までの、はいはいはい、8種類の大丈夫。いろいろありますね。何番引くでしょうか。じゃあネッチはこの中から、自分しか見ちゃダメだよ。アルファベットのアルファベット書いてあるカード僕だけ見ます、ね。これ皆さんテロップあるわけだから、皆さんにも参加してもらえるわけだよね。そう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 、いいね。じゃあ一番引きますよ。でん、はい。なるほどなるほど。なるほどなるほど。どの大丈夫が来るかだね。今梅はじゃあその大丈夫に対して今メンタルを作ってるわけね。そうですね。うん、じゃあ行きましょう。梅っちの大丈夫お願いします。大丈夫？わかった、わかった、わかった。心配しとんの。ちょっと待って、待って、待って。あ、でもさ、探すのに時間かかるから。読むのにね。ほら、カズさん見ないよ、これ。今読んでるから。カズさん大丈夫？大丈夫。今テロップに出してますかね。はいはいはい。あ、OK ですか。さっきの音色を反芻してる。そうだね、順番に。順番にじゃあ、ゆきさんから。はい、G だと思います。G、カズさんは。H だと思います。カズさんは。G だと思います。G、カズさんは。B です。なんで心配して、ああ、そっかそっか。なるほど。じゃあ正解発表いきましょう。めっちゃお願いします。正解は G のびっくりしてた。よし、あおりゃつまらん、なんで、つまらん、もう一回言ってびっくりして大丈夫、ちょうだい、大丈夫。じゃあ心配して大丈夫だったら例えばどう。大丈夫。今日大丈夫じゃない時の大丈夫は大丈夫。わかんねえよ。ちょっと待って。いやいや、面白い面白い。そうそう。いや、超面白い、超面白い。わかりやすい。うめっちうまいよ。いや、ちょっともう一個なんかやってほしい。いいやってもらえたらいい。あ、いいもやって。キザに大丈夫。キザに大丈夫。大丈夫。いや、でもそれ、8割顔だわ。不思議なもんで言われてから聞くとね、キザは誰がつだってなるね。面白い。そうね、初めだから目隠しされてんのがいいんだな。そうだね。失敗したと思ったんだよな。いや、ということで今回は梅っちの大丈夫でしたけども。梅っちの大丈夫、ね、梅っちの大丈夫、いいねいいね。梅っちのいろんな大丈夫が今日は聞きましたかね。はい、聞けたね。これいろんな人でやっても面白いんじゃないですか。そうだね。リリースでいきます。リリースで。あ、そうだね、確かに。じゃあ楓さんいきましょう。はい、では参ります。お題を、お題を。お題。ででん。ででん。
うーん、あー、いいね、これ。これ今テロップ出てるんですね。なるほどね。ちょっと待って待って待って。今8種類が。ABCDEFGH まで。はい、じゃあ、何だってこれ。アルファベットカード、アルファベットカード。これむずいな。これは見せちゃいけないですよね。これ見せちゃいけないよ。では、引きまーす。楓の運が出るわけね。はい、これからね。ウメッチの大丈夫。楓の運。うん、パッションの大丈夫今カズがパッションの大丈夫お届けしました、大丈夫、やりました、お届けしました、パッションの運をお届けしました、はい、あね、では楓の運、うん、お願いします。うーん、あ、ちょっと待って待って、はい、あ、わかりました、はい、わかりました、わかりました、じゃあ安いから言っていこう、安いから言っていこう、こんなも食レポやってる H ですよ、いや、僕も H ですね、私も H です、私も漏れなく H です、お、正解は H、 はい、おえ、でもうまい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 、でも分かるってことはすうまいってことだよね、ちょっと待って、じゃあさ、楓に他のなんかちょっと もう一個引いてもらえる、 あ、もう一個引いてもらえる、え、なんかね、うん、分かりづらいよ、ちょっと見た、はい、僕らもう大丈夫です、うん、はい、はい、お願いします、参ります、あ、そうだ、うんだよね、参ります対決だっけと思っちゃった、ちゃうわね、進まない進まない、参ります、これから行きますの、まだ着きませんの、参りますとか、着きませんの、うん、来てる最悪分かったじゃん、使えないよ、お前、私分かったかな、あ、分かった、はい、ちょっとこれ、あ、はい、分かりました、でもこれちょっとむずい、俺に今2択に絞ってんだよね、もう一回参ります、もう一回いきますよ、あ、いいの、もう一回、あ、顔見たら分かった見ちゃダメだろ、それは何世の戦いなんだろ、これ、 あ、でもちょっと待って、2択だわ、2択だわ、そう言われたら2回聞いたら分かるかな、ね、あ、でもいいよ、 OK、 最初の自分は信じない、うん、最初の自分は信じない、そっか、まあまあ最初の自分信じない、うん、OK、 じゃあどうぞ、これいいですか、うん、はい、B、 僕も B ですね、じゃあ私 G、 じゃあ俺 も B だと思ったけど、 B かと思ったんですけど俺 F で、あ、そうだ、 F だ、 F、 F 間違えた、私 G じゃない、 FFF、 BBFF、 G ってそもそもどこですか、間違えちゃった、渋々同意の、なるほど、はい、答えは、答えは正解はD でした、で、DDD、 我慢して、してるんだから、ね、いや、我慢っていろいろじゃないですか、私も今痛みに耐えてる我慢を想像して、あー、でも難しいもんだね、皆さんは正解したのかな、聞いてる人は、いや、逆に考え込んで B の B、 うん、あ、考える人、あ、そうか、どうぞ他に、 F は、 F？ ちょっと違うなの、うーん、一緒や、一緒や、キーが一緒だ、キーじゃん、あ、表情があったらね、本当に、いや、面白いね、でもこれね、スターライツのマイクチェック、この番組の高評価、グッドボタン、ぜひともよろしくお願いいたします、そしてチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いいたします、ということでまた次回の動画でお会いしましょう、さよなら。